はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。まもなく2時になろうとしていますね。12月は26日の火曜日でございまして、この部屋はなんと22度ですね。千代田区は10度でございまして、日が照ってまして、お昼ご飯を食べるのにですね、暖房を入れて美味しいですね、ビール権利をいただいて4缶も飲んでしまいましたね。フラッとしてますけど、ね、いい感じでございます。さて、ですね、本題いきましょう。本題、ハンギョレという、お隣さんのサハ系、のですね、メディアにこういう記事が載ってまして、韓国で強まる不動産 PF 危機説。PF というのはですね、プロジェクトファイナンスというんですけど、貸付延滞額、延滞率ともに1年で2倍にと。ちょっとだけ読みますとですね、韓国の5大銀行の建設業に対する貸付の延滞額と延滞率が1年の間に約2倍に跳ね上がっている。高金利が長期化し、高金利は 3.5 ぐらいやったかな、韓国は。まあ、高金利というほどでもないんですけどね。不動産市場の低迷と原材料価格の上昇が続いていることで、低温建設をはじめとして営業活動のキャッシュフローの悪化で流動性の危機にさらされる建設会社が増えているという、金詰まりになっている会社が多いということですね。政府はついに最近、不動産プロジェクトファイナンス PF 事業所に対する秩序ある調整に着手したが、年末年始を迎えて軟着陸できるかどうかをめぐる懸念は高まれてたらと。まあもう、あのね、これ読んでも分かりませんあのね、お隣さんのですね、マンション開発というのは、建設会社が主導するんですね。でどうやらお隣さんにはデベロッパーというこう括りのこう業態がなさそうなんですよ。でマンションを作るときどうするかっていうと、建設会社がですね、そのここにマンション作るでって宣言するんですよ。でそこでですね、一つのこの法人を作るわけです。あの、特殊、あ、その目的の法人を作ってですね、でそこに、そこが事業主体になるんです。それでですね、そこが銀行から金を借りてですね、建設を発注して、ゼネコンがまあまあ同じなんですけどね、その、あの SPC とでね、こうで建設をしてですね、でお金を集めて、要は購入者を募るわけですね。購入者を募って、購入者からお金をもらってですね、建設を進めていってですね、で最後は引き渡すというのが、こうそういう主体になってまして、要はリスクヘッジかなという感じはするんですけど、日本のようにデベロッパーがですね、最初のリスクを背負うということではなくって、あの別会社みたいな特定目的法人が、その一つのマンションについて一つの会社があるっていう感じなんですよ。その会社は金を借りてですね、金を集めて事業を進めるというスタイルなんですね。あの非常に分かりにくい、日本では同じようなことは多分ないと思うんです。あのコーポラティブハウスのやり方がちょっとだけ似てるかなっていう感じはしますけどね。でまあ、でそのですね、そのそういう、それがそのマンションを作る会社をですね、 PF っていうわけですよ。プロジェクトファイナンスっていうんですけど、でそこに対するですね、お金を貸したらそれが不良債権化している、延滞率が高いというのがこの記事です。つまりですね、マンション開発がうまくいっていないと、お金を貸しても回収できていない案件が多くなってきましたよということです。まあ私のようにマンションマーケットをずっと見てる人間からすると、それはですね、ピークアウトというですね、バブルのピークアウトです。まあ要はですね、あの値段が高くなりすぎて売れないとですね、そのなんていうんですかね、その G は止まるわけです。まあ、今の日本もね、若干そういう傾向が見られます。あの特に都心のですね、都心は土地が高くなりすぎてですね、動いていないんですけども、まあ、そんな感じが出ていますけども、まあ、韓国は少しスタイルが違うかなという感じですね。
中国はね、日本と同じです。デベロッパーがいて、そこが土地を買ってですね、で、マンションを開発するんですね。で、お隣さんってね、その今、ユン・ソンニョルさんという人が大統領で、ほぼ1年半以上やってるんですけど、その前のムン・ジェイン政権ってありまして、ムン・ジェインさんが大統領を5年間務めていました。この方の5年間の間にですね、ソウルのマンション価格が約2倍になります。なんで2倍になったかというとですね、もともとですね、ばらまき政策をやっていたんで、日本でいうところの金融緩和状態だったわけですね。で、そこで世界的な景気が悪くないんでですね、その、なんて言いますか、バブルですね。で、マンションの値段が上がるんでですね、買ったら必ず上がるという、そういう空気だったわけですね。で、どんどん買う人が現れたんですけども、値段が高くなるとですね、こうみんなこう不満を言いますよね、買えない人が。で、ムン・ジェイン政権はそれをですね、規制でなんとかしようとしたんですね。政府がですね、2軒買うたらあかんとかですね、融資を出したらあかんとかっていろいろなこの規制をしたんですよ。そうするとですね、買える人が少なくなったんで、なおさら人気が集中し上がったわけですね。典型的なこう社会主義的な発想の政策失敗だと思うんですけど、それで2倍になったんですよ。で、2倍になったあたりでですね、若い人たちがですね、これは買わなあかんと思ったわけですね。マンションを買えばですね、値上がり益でですね、何千万ものをですね、資金を手にすることができると、買わなあかんって一生懸命買うたんですけども、約1年ちょっと前ぐらいでしょうかね、ピークアウトが来ました。今は下がってるわけなんです。下がってるんでですね、買った人が大変なんですね。売れないわけです。目いっぱいのローンを、組んで買ったのにですね、ローンの返済が超大変やのにですね、マンションの値段が下がってるから売って生産することができないわけであって、そういうこうマンションバブルの崩壊があって、今韓国経済はですね、ちょっとやばい状態になっています。これもね、中国の状態とある意味よく似てるっちゃ似てるんですね。ただですね、中国のなんて言いますかね、規模に比べたら韓国は本当に何十分の1かでですね、ちょっとよろしくないかな、あかんねえっていう感じではあります。ただここに来てですね、韓国経済っていうのは中国経済に非常に依存をしてました。中国に物を売ることによって潤ってきたところがあるんですけども、それがですね、ちょっと怪しくなってきたんで、ダブルパンチを食らったような感じですね。不動産バブルが崩壊する、で、中国バブルが崩壊してですね、韓国経済がよろしくなくなるということで、ダブルパンチを受けてですね、ちょっと停滞気味なんですよ、お隣さん。で、そこに持ってきてですね、この金融機関がですね、不動産のプロジェクトファイナンスに貸していたお金がですね、不良債権化してるんです。ちょっとやばい状態かなという感じはしますね。今後ですね、お隣さんはですね、マンション価格が下がることによっていろんな面でですね、経済的なですね、マイナスに陥っていくんちゃうんかなという気がしますね。日本もね、日本はまだそこまで行っていないんですけども、ちょっとやりすぎた感があります。ムン・ジェイン政権時代にですね、ムン・ジェイン政権自体はね、一生懸命ね、マンション価格を下げようとしてですね、努力をしたんですけども、やり方が間違っていて、反対に逆効果ですね、上がっていったわけです。で、そのバブルがとうとう崩壊しました。で、バブルというのはね、必ず崩壊するんですよ。で、日本もそうですけど、もうですね、2013年以来日本の都心はバブルなんですね。で、それがまだ崩壊してません、日本は。次は日本でしょうね。日本は何事も遅いですからね。で、韓国はですね、バブルが崩壊して、これからちょっと怪しくなります。非常に単純な構造の経済ですからね。サムソンが儲かって外貨を稼いで、で、国民が潤ってですね、それでみんなでマンションを買うという、非常に単純な構造の、ちょっとね、理解できないと思うんですけど、韓国ってソウルの周辺に国民の半分が住んでるんですよ。
日本って、どうでしょうね、2割ぐらいかな、東京圏、首都圏で全人口の 2割、3割はいきませんねが住んでるんですけど、韓国はですね半分が住んでるんで、首都のソウルの不動産バブルが崩壊するっていうことは、あの国の経済の骨幹がですね揺らぐということなんですね。で今そういう状態になりつつあるんです。で今後多分韓国はデフレに落ちていくと思います。みんなが物を買わんようになると。でただでさえ失業率が高いんですね。でだからですね、まあ、日本の失われた30年に近い、まあ、そのミニ30年になっていくんちゃうやろうかという気がしますね。はい、そのですね、一つの兆候、大きな兆候がこの PF の崩壊であろうかなと。 PF の崩壊イコールですね、マンションバブルの崩壊なんですね。でこれでですね、不動産屋ではいないんです、向こうはね、建設屋がいるんですけど、日本のゼネコンみたいな会社がですね、これから倒産していくんちゃうんかなという気がします。このハンギョレのですね、アドレスを一応貼っておきますね。分かりにくいんですけどね、この PF が理解できないと分からないんですけど、まあ一応確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。